皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は JR 相模線に乗って茅ヶ崎方面へ向かいます。相模線は海老名や寒川を経由し茅ヶ崎へ向かいます。横浜線と分かれると単線区間となります。駅に着くとボタンでドアを開けます。単線区間なので常に電車を待ち合わせます。次は原対馬です。The next station is 原対馬。ドアが閉まります。ご注意ください。相模線の車内はのんびりとした時間が進みます。ダイヤ改正以降ワンマン運転となったので車掌さんが乗務しなくなりました。行き違いができない単線の駅もあります。まもなく海老名、お出口は右側です。小田急線と相鉄線はお乗り換えです。お降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。 The next station is 海老名。 The doors on the right side are open. Please change your for the 小田急 line and the 相鉄 line。相鉄線の厚木貨物線の線路が近づいてきます。海老名駅に到着です。次回に続きます。ご視聴いただきありがとうございました。